おかえちゃんさ、はい、ちょっと質問があるんだけど、はい、何でも答えますよ。2択、うん、隠れてる球が回ってきた時に、はい、ジャンプショットで入れる男性とカラクッションで入れる男性、どっちの方がかっこいい？あ、悩む。すごい難しいの出しちゃった。これも面白いね。本気の悩みが来ちゃった。どっちかな。どっちかな。ジャンプショットは私がしたことないから、うわすごいってちょっと圧倒するけど、カラクッションから行った方がなんかちょっとエロさを感じる。あ、なんかうわそこで当てるのねっていうので、カラクッションかな。おお、カラクッション。やった、僕カラクッション派です。ジャンプショットできないから。もうジャンプ機売れなくなるよ。やばい。怒ってるよ。怒ってる。鬼滅とかまだ。そんなに。ジャンプ機売れないでしょ。でも私がジャンプを練習したらジャンプになるかもしれない。そうだね。じゃあジャンプ機送ってもらおう。ジャンプ機別に。よし、今日もやっていきますか。やろう。ビリヤードドリル。今日は何だい？今日はシュートトレーニングのクッションタッチですね。おお、クッションタッチ。おお、クッションタッチ。クッションタッチした球。タッチ。ん？ん？そうだね。進行係って誰なのこれ？それ役割分担ってあるのかね？え？進行は一応僕かな。そうだね。多分。僕はじゃあふざけてればいいんだね。真面目なことも言ってよ。ちゃんと。これ書いたの誰だよ？僕さ。うん。でしょ？そうさ、うん、じゃあやりましょう、はい、やるさ。なんか鳴ってるぞ。なんか鳴ってるんだよ。目覚ましじゃないのか。目覚ましじゃないのか。止めておいで。はい。無理だ。これで見本は入らない。バッタ。あれ。あれるんだ。見ててよ。私もどこ使うのこれ。タックは普通これ入れるときはどこ使う？右上。右上？ほう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 。切り返し的なやつ。なるほどね。ちょっとひねっとく。うん。立って。なんでひねるの？なんでひねるんですか？ね、そういう質問が出る。気持ちがいいから。気持ちがいいから。入りやすいから。入りやすいんだって。入りやすい気がするから。クッションタッチしてると？そうそうそう。クッションから浮いてると？浮いてるとあんまりひねらないかな。クッションから浮いてるとひねらないけど、クッションにくっついてるとひねると。そっちの方が入る。ね。入る。入るよね。そうそうそう。そんなね、はい、ことやってんだよ上手い人は。知らないじゃんそんなの。ほとんどさ。ね、真ん中から上ついて入れるしかないでしょ。そんなのも教えてくんねんだよ、みんな。どうする？今日、ミキ作る？タップ、半分ぐらいにしようか。そしたら、今時の球だとみんなそんなにずれないから。あ、そうだね。うん。左はつかないぞ。真ん中のちょっとだけつくなら右出そうみたいな。はい。感じ？はい。はい。じゃあ、それでいこう。ちなみにさ、その当店だとここら辺にある球邪魔じゃないの？邪魔だよ。ねえ、はい、そういうのちゃんとさ、どかしてから出そうよ。めんどくさがってんの？めんどくさがった、うん、ガサガサガサってなってもいいかなと思って。ダメだろ、そういうのは。ダメか、はい、教育番組だぞ、これは。教育番組？結構ひねってないかな、大丈夫か？冷静か？え、じゃあ上だけだったらどうなの？うん、上だけでいこうかね。はい、なんかクッションに通ってたからね、ひねったら入りやすいって評判だけど。評判。今日はね、上だけでいこう。はい、はい、まずね、正確な厚みを覚えないといけないから。はい、よし、調子を頼んだぞ。おお、ナイスショー。こういうのは苦手？球が一番好き
きです。好きなんだ。好きなんだ。マニアです。あれ狙いやすい。狙いやすいし、うんうん、一番なんか入る感じがする。いいねいいね。そんな感覚はとうになくなりました。いや僕もね実は昔レベル同じぐらいのところもレール際の方が良かったな。あ僕もやり出しはそうだったよ。そうだよね。ね、お隣にボールイメージすればいいから、うん、イメージしやすいよね。あと僕はこのレールをなんか滑っていくように球が転がるのがすごい好きでしたね。おお、なるほどなるほど。見た目的に、見た目的に、ビジュアル的に、そう、スーっていくじゃん。スーっていく、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 スー。よし、あと2球。はい。やっぱ連続して入れてると楽しいよね。連続して外してると詰まってるもんね。そうだね。なんで僕の方見てよ。このすごい被害妄想だよ。ほらうまい。よし、うまいよ。うまい。反転だ。反転。反転。ピョン。ちょっと待って。進行係。はいはい、ちょっと待ってください。はい、はい、僕は反転したよ。まだだよ。おお、こっちも問題ね。こっちも前大丈夫です。あれなんかワニ先生さ、本にさ、うん、ゆっくりつくと、うん、その先にこのクッションに当たってるのか、うん、的玉に当たってるのかが分かりやすくなって、うん、理想は同時に当たるのがいいから、うんうん、ちゃんとその同時に当たる厚みで狙えてるのかみたいな。うん、話が書いてあるけど。ちょっとじゃあ、ね、ゆっくりついてみた方がいいってこと？ゆっくりついてみてさ、うん、ゆっくりついてみようよ。じゃあタックン、どっちから先に当たったかちょっと。タックンのスーパースロー頼むよ。レフリー頼むよ。どっちよ。的玉なんだ。違う、わかんないわかんない、一人してるから、そう、同時ではないんだね。お前こっちというよりは手玉の、的玉の動きを見ちゃう。そうだね、そうだね。的玉の動きから見たら、あ、今こう言ってたのがある、ちょっとこっち側に。あ、暑かったか。まあ実際そうだね、こっち反対側についた時も気持ち暑かったね。あ、ついちゃった。あ、強さってこと。おうおうおう、今のはどっち行った。今の分かんなかった。よし。穴が狭い台に行くとさ、やっぱね、ちょうどで当たってないと入れづらくなる。そうだね、あと距離が長くなったりするとね、うん、お、うわ、見てた。もう分かんなくなってきちゃった。どっちなの今の。もう同時ではないの。同時ではなかった。同時かな。そんな気にしなくていいってことな。まあ明らかではないという。そうそう、まあ、多少どっちかに当たっても入っちゃうからね。おお、今かなりちょうどじゃない。ねえねえねえ、ちょうどだった今。ねえ、で入ってるのもこう、こっちからこうスーって入ったし、スーってね、スーってさ、そう、パックが言う、スーってやつ、スーって言った、スーって。あのスーって入る感じの厚みに当てる練習がいいんでしょうか、ワニ先生。そうだね、そうだよ、その通り。どうでした、おかえちゃん。いや、私はレール際の球好きなので。その通り、楽勝だよ。その通り。うるさいな。楽勝だよと。その通り。何、それしか言わないの。ワニ先生なんかないの。なんかその通り。あの人何も考えてないな。その通り。なんでよ。その通りしか言わねえから。よくないの。その通りしか言わないから。うん、気に入ったんだよ。この動画をいいと思ってくれた方はチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。お願いします。